ナミさん、お疲れ様です。今回は愛媛大学の特別講義ではなくて、ナミさんの動画をね、拝見して、ぼやきシリーズってやつですけども、いろいろと時間が経つと思い出すことが増えるなぁと、しみじみと私も来てるところですね。で、今回ね、動画、ちょっと音声がちっちゃかったみたいですけども、やっぱりこう、録音状況によると、いつものような形じゃなくてね、私の方も、いろんな状況で撮影してますんで、たまに音声がちっちゃかったりするわけですけども、それでもバッチリ聞こえましたんで、お話はすごくね、しみ入るものがありました。そうですね、私もね、今3月が終わろうとしてる時に、いろいろ思い出すことがあるんですけども、なんか残念なこともね、結構あったんですが、それは今回は置いといて、なんかね、ちょっといいことをね、いろいろと私なりに、ここでお話してみようかなと思います。一つはね、まだおかげさまで私の両親まだ健在で元気なんですよ。ですんで、こうやって今両親のそばに暮らしていると、日々ね、何かができてるような気がしますね。で、最近ね、またヤクザと家族っていう映画を YouTube で購入して立て続けに2回ぐらいね、連続で見たんですけども、やっぱりいいもんだなと思いましたね、家族ってのはね。で、家族ってのは、生物学的な家族って言われる、本当に生まれ落ちた自分の両親というものがあれば、社会の中でね、自分が決めていく精神的な家族ってのもあるかもしれないなと思ってるんですよ。ヤクザと家族のヤクザっていうのは多分、実際の親とはなかなか関わりを持てなかったりとか、愛情が受けれなかったり、家族を意識できなかったんで、社会でさまよい続ける中でね、同じように宙ぶらりになった人々が集まって、家族、疑似家族を作る、そんな形なのかなと思います。特にヤクザと家族っていうのは、そのヤクザってものをね、家族目線で描いた映画と言えるのかなと思います。で、本当にね、ヤクザさんっていうのは、そこのね、組長のことを親父って呼ぶんですよね。で、兄貴って呼んだりね、舎弟とかね、弟ですよね、兄弟分とかいうわけですよ。で、若頭みたいなね、言い方があったり、実質的なナンバー2だったりするわけですけども、それから、親不孝者って言葉も出てきたりとかね、最後、舘ひろしさんが組長役をやってるんですけども、綾野剛さんが臨終のとこにね、赴く時に、親父って呼ぶわけですよ、やっぱり。そうすると、お前まだ俺のことを親父って呼んでくれるんだなっていうふうにこう返すんですよね。そこがなんかね、いいなっていうところですね。任侠道と言いますか、暴力行為っていうのはね、必ずしも褒められたもんではないんですけども、もともとそのヤクザっていうのは日本人を家族と見立てて、 GHQ はそれから戦後のどさくさで、日本人相手にね、いろんな乱暴狼藉をする外国人に対して市民団体がね、作られていって、日本人の暮らしは日本人が守っていくんだみたいなところから、ヤクザ組織っていうのが始まったわけなんですよね。ヤクザっていうのはまさに役をなすところに座っていると書くわけですよ。もともと博打場にいる人をヤクザって呼んだらしいんですけども、そこにね、いわゆる暴力で解決する用心棒みたいなのがこう合わさってきて、それが敵やってものをね、複雑に絡み合ってきてっていうことになってきて、私たちから一色同じように見えてしまうんですけども、厳密に言うとね、やっぱ違うわけですよね。任侠道とか極道っていうのは厳密に言うと違うみたいですけどもね。でも今そういった団体っていうのがだんだん社会的に受け入れられなくなってきて、でこの「ヤクザと家族」って映画の中でもやっぱりこう平成の中期から末期にかけて、暴対法ですとか条例でどんどんヤクザっていうのは収入源を断たれて、いろんな契約ができなくなってきて、反社会勢力って言葉が出てきてとかね。で、特にその組織を解散しても辞めても5年ぐらいはね、なんかこう同等のものというふうに扱われるんで、やっぱり苦しい暮らしがあると。で、最近ではね、そういった組織に入ろうとしてもなかなかこう入れてくれないらしいんですよ、不自由になるからっていうんで。組に入るんじゃなくて、お前もう勝手にやれということでね、いわゆるそうやって宙ぶらりになっていく人たちが半グレって言われるような地下に潜るわけなんですけどもね。そういったものもそのドラマの中に描かれてきてて、なんかね、何が正義なのかなとかね、思っちゃったりするもんですよね。やっぱ物語を描く視点がヤクザからなんで、どっちかっていうと世の中の風潮や国家権力や警察ってものが、悪いものに移ってしまうんですよね。まあでもどうなんですかね、みかじめ料を長い間払っていた私の立場からすると、なんかすごく守られていたような気がしますね、そういった組織にね。まあだからといってね、ちょっと甘い顔をすると骨までしゃぶられるのかもしれませんけども、はい、ということでね、一定の距離を保ちながら付き合っていくものなのかなという気はします。それは結局国家権力や警察とかね、税務署とかもそうですよね。一定の距離を保ちながら上手に付き合っていくと。でもあんまり深入りすると噛みついてくるみたいな、そんなところがあると思います。まあ最近で言ったらね、ガーシーさんみたいなところがあると思いますけども、ガーシーさんがね、あまりにも突然すぎる彗星のように現れて、ものすごく人気を出してね、国会議員までなってしまったと。去年の今頃はね、ご本人さんも単なる YouTuber でしたからね。であっという間に昨年の2月ぐらいに YouTube 活動を始めて、半年もしないうちに100万人突破してね、私が知った時最初の YouTube 開設して1ヶ月の間に20万人ぐらいになった。すごい勢いだなと思ったもんですけども、そっからね一気に国会議員になって、そして今は海外にお住まいになっているということで、私もねああいうちょっと型外れな人っていうのは大好きなんですよね。もちろんね、事の善悪っていうのはそれとは別に考えなくちゃいけませんけども、私は思うんですよ。善悪っていうのは一体誰から見てなのかなと。いわゆる既得権益から見て、既得権益になびく人っていうのはその恩恵を受けれるのかもしれませんけども、既得権益から漏れてしまったね、もう完全に使い古されたロスジェネ世代みたいな私としては、次の時代の新しい利権っていうのかな、筋っていうのかな、まあ、そういったものに手をかけてもいいのかなというふうに思うわけですよ。なんかね、国会に来てその壇上で謝罪文を読むなんてのはすごくナンセンスで、そんなことはね法律が決まんなくても OK にすりゃいいのにと思うばかりなんですけどね。はい、そのリモートの感覚っていうのは普段リモートでやってないと分かんないですよね。わざわざ出勤して国会っていうところで寝ていても出勤扱いになって、それで自分のアイデンティティが保たれると思っている旧世代の脳みそからすると、やっぱりリモートでね、やっぱりこう情報の流通によって業務をこなしたりトラブルを解決するっていうのは、なんかちょっとかけ離れたものかもしれませんよね。でもこうやって何年もナミさんと会わなくても、こういった信頼関係が続いてるってことは、何よりも人間ってのはフェイス2フェイスで会わなくたって関係が紡げるってことなのかなと思うんですよ。特に私たちはインターネットを通じて、視聴者さんをお客様として迎えて、そして入金までいただくわけですよね。そう考えていくと直接会わなければ仕事にならないっていう世界もあるのかもしれませんけども、こうやってねインターネットを通じてサービスを提供して対価を得るってことも今の時代なんだろうなと思いますね。まあいろいろと話はあっちこっち行きましたけども、今日はこのぐらいにしておきましょうか。ナミさんいつもありがとうございます。お疲れ様です。では失礼します。